ナディアは、不思議の海のナディアの登場人物の一人。本作の主人公で、謎の宝石、ブルーウォーターを持つ少女である。ねえ、キング、私の生まれた国ってどこかな？やっぱりあなたと同じアフリカかしらね。あ？そうね。あなたに聞いてもわからないわね。あ？そうね。空を飛べたら探しに行けるかもね。ナディアの活躍。物語での初登場は、第1話、エッフェル塔の少女より。幼い頃に自身の故郷であるタルテソス王国が、最初、ガーゴイルの反乱により崩壊。その際、兄であるネオイコン・エピファネスによって命を救われる。その後は自分の出自を知らないままサーカス団に拾われ、そこで育てられた。成長したナディアはサーカス団の看板スターとなり、舞台ではジャングルの舞姫と紹介されている。そんなナディアであったが、親と生き別れた時に預けられた宝石、ブルーウォーターによって、数奇な運命に巻き込まれていくこととなる。ある日ナディアがエッフェル塔を訪れた際、グランディス一味と名乗る3人組から、ブルーウォーターが狙われる。しかし、エッフェル塔で知り合った、ジャン・ロック・ラルティーグという少年に助けられた。ナディアの夢は自分の生まれ故郷を見つけることであり、ジャンと共に、彼が発明した飛行機で生まれ故郷を探す旅に出るも、海に墜落し漂流してしまう。その際、生き別れた父の乗るノーチラス号に救助されるも、そこで二人は再会することはなかった。続くマハル島では、世界征服を企む秘密組織、ネオアトランティスの総帥であるガーゴイルに捕らえられ、自身がナディア姫と呼ばれる特別な存在であることを知る。この島でナディアは、例のグランディス一味から助けられたことで、三人とは和解に至った。その後、再度ノーチラス号に助けられ、ナディアはノーチラス号の客員として登場することとなる。それにより、ついに父であるネモと再会するも、この時はその事実にまだ気づいていなかった。また、ノーチラス号がネオアトランティスと戦争を行っていたということからも、ナディアはネモに対して良い印象は持っていなかった。どうして？どうして撃ったのよ！あの人は怪我をしていたのよ！お前が撃たれていたのかもしれないんだぞ。そんなの関係ないわ！どんな理由があるにしろ人殺しよ！しかし、共に艦内で生活していくうちに、時にはぶつかり合い、時には命を救われるような事件も起こり、二人の距離はほんの少しずつではあるが近づいていく。だが、ついにノーチラス号がネオアトランティスの空中戦艦によって撃沈され、ジャンとマリー、キングと共に、沈みゆくノーチラス号、さらにはネモたちと別れることになってしまう。そしてついに、ネモと離れ離れになった後、副長のエレクトラの口から自分の出自、さらにはネモが自身の実の父親であったことを知る。ナディアはこれまでネモに冷たく接してきたことを後悔し、とある島へと漂着するのであった。その島では、本当に様々な出来事があった。また、その島でナディアは、宇宙船レッドノアを発見したことで、自身の出生とブルーウォーターにまつわる秘密を知ってしまう。そこから訪れることとなるアフリカでは、さらなる出来事があった。そしてついにナディアは、自身の故郷であった、旧タルテソス王国へとたどり着くのであった。そこでナディアはジャンたちに、自身が旧タルテソス王国の王女であったこと、さらにはみんなと同じ地球人ではないことを明かす。その時運悪く、ネオアトランティスの総帥、ガーゴイルも旧タルテソス王国を訪れており、ナディアはネオアトランティスに捕らわれてしまう。ナディアはそこで、実の兄であるネオと再会するも、ネオはガーゴイルより洗脳されている状態であった。最終決戦では、ナディアも洗脳された状態で、ジャンやネモの前へと現れる。しかし、正気を取り戻した兄のネオが、洗脳の元であったナディアのサークレットを破壊する。それによりナディアは正気に戻るが、兄のネオは目の前で死んでしまった。正気を取り戻したナディアは、
そのままガーゴイルに反発するが、その代償として目の前でジャンを殺されてしまう。そして全ての戦いが終わった後、ネモの助言でブルーウォーターの力をジャンを蘇生するために使用する。その時ナディアはブルーウォーターの光の中で母親と再会を果たした。これによりブルーウォーターは力を失い、ナディアは正真正銘普通の女の子となる。最後は皆の脱出口を開くために一人残ったネモと別れを告げ、仲間たちと共にレッドノアを脱出した。父親としてお前にしてやれることはこれだけだ。すまん。いや、私も残る。私もお父さんと一緒に。黙れ。頼むから、頼むから分かってくれよ。その後地球へと帰還したナディアは、最終的には22歳でジャンと結婚、子供を設けて幸せに暮らしている。ナディアのその他の活躍。劇場版不思議の海のナディアでは17歳に成長し、ロンドンで見習い新聞記者として働いている。なお小説版ではナディアはマリーと共にジャンの故郷であるルアーブルの村へと戻るも、一部の村人たちによる人種差別によってそれを阻まれてしまう。ジャンのおじさんはナディアを守ろうとして大怪我を負ってしまい、ナディアたちは村を出ることとなるが、ジャンは怪我人のおじさんを放っておけずに村にとどまることとなり、二人は離れ離れとなってしまった。またこの経験がナディアに新聞記者への道を歩ませることとなった。ナディアの人物像。ナディアの声優を務めるのは高森芳乃。キャラクターの原案の元になった人物はクレオパトラ7世とのこと。1875年5月31日生まれの14歳の女の子で本作の主人公。血液型は A 型、身長155センチ、体重43キロ、バスト79、ウエスト58、ヒップ83、足のサイズは 22.5 センチ、指輪のサイズは7号とのこと。実は、遠い昔に他の天体より地球へとやってきた、古代アトランティス人の純粋な血を受け継ぐタルテソス王国の王女で、本名はナディア・ラールウォール。私は、タルテソス王国の王位継承者です。てこ、ことはつまりアトランティスのお姫様。動物たちと話ができるらしいが、それはブルーウォーターによる能力であった。一輪車や玉乗り、水泳、猛獣使いに空中サーカスなどが得意で、サーカス団に所属していたためアクロバティックな身体能力を発揮する。サーカス団に所属していたことは、意地悪な団長がいたこともあり、快く思っていなかった。ただし、サーカス舞台の衣装を着続けていたところを見ると、そちらに関しては気に入っていたようである。ちなみに、ノーチラス号の新入生となった際は、ノーチラス号の艦内服を裂き、サーカス衣装のようにへそが出るように改造している。正義感が強く、精神的にも強い女性。しかし、感情の起伏が激しく、わがままで意地っ張り、かなり嫉妬深く猜疑心も強いという、周りの人間に気を思い切り使わせてしまう性格をしている。さらにはずっと探し続けていた父と死別してすぐに、人生を謳歌し始めたりと、異常行動も多い。一言で言うと、主人公としてもヒロインとしてもかなり問題のある性格で、劇中ではナレーションからも呆れられていた始末であった。新しい生活の場所となった無人島でも、ナディアのわがままはとどまるところを知りません。そしてナディアは一体何を考えて生きているのでしょう。特に黒歴史とまで言われる南の島アフリカ編での暴走ぶりはひどく、これは周りから見た本作品の総監督である庵野秀明の当時の性格をモチーフにしていたとのことである。好きな食べ物は卵焼きに豆腐、ひよこ豆、海藻サラダ、トマトジュースなど。嫌いなものは肉類、魚類をはじめ玉ねぎ、ピーマン、椎茸。
サーカスにいた頃に様々な動物と仲良くなったが、老いたサーカスの牛が売られていく時に死に際の声を聞いてしまい、それ以降は肉や魚料理を嫌うベジタリアンとなった。そのためどんな理由であろうとも、生物の命を奪う者は全て悪人と信じきり、生存のための狩猟に対しても強い敵意を向け、自身を狙った敵を撃ったネモにさえ食ってかかった。ただし、キングに関しては例外で、自身も蚊を叩き潰すシーンも見られる。なお、アイスクリームやオムレツ、ヤギの乳などを好むことから、徹底的なビーガンではない模様。おかしいぞ。卵は平気なんだ。そうよ。卵っていうのは、生き物の鳥の卵だよ。その通りよ。生き物が生まれる前の状態を卵と言って。卵は卵よ、生き物じゃないわ。え？ジャンと結婚後もベジタリアンのままだが、家族のために肉や魚の料理は作れるようになっている。なお、ナディアがこのように視聴者にも、さらには作画スタッフからも嫌われるような性格をしていたのは、ナディアの性格が庵野監督が恋して振られた際の女性感を元にしていたからだと言われている。ただそんな彼女だが、アニメ雑誌アニメージュの人気投票では女性キャラ部門で2年連続1位を取った経歴を持っている。以上がナディアという人物の詳細である。当チャンネルでは様々なアニメに登場する機体解説動画やキャラクター解説動画をはじめ、比較動画など自称楽しい動画が目白押しです。ぜひ興味のある方は動画概要欄にある当チャンネルのリンクから好きな動画を探していただけると嬉しい限りです。最後に、動画作成の励みになりますので、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いいたします。それではまた別の動画でお会いしましょう。